ちょっと待って、ハンドクリームを塗らないと私の手はガビガビになっているのあ、ハンドクリームがどっかに行ってしまったちょっと待ってください始まる前にやってきましたみたいな話ですよねどこにもない、ちょっと持ってきます、えー、まだ誰も来てないあ、チャルがヤホノスキー いただきもののやほのすけ <laughs> ご本家やほのすけが後から来たよあみやみあったんさんこんにちはにもさんこんにちははい今日はえー、っと今日から新シリーズスタートですねえ何回で終わるかわからないですけれどもえー、っと首から編む簡単トップダウンセーターを編んでみたいと思いますえー、っと毛糸は何でもできると思うんですけれども 今回はあのオパールのフォープライで編みたいわっていう声があったので一応それの目数を基準に、えっと、やっていこうかなと思いますけれども私皆さんご存知のとおりあの手が緩いんですよ。<laughs> なのであのゲージがねッつ手の人に比べるとまあめっちゃ違うかなと思いますので一応参考目数ということで。 私の目数をあのお伝えしますが、計算できる方は計算しましょう。あ、サッチン、こんにちは。少しだけお邪魔します。はい、いらっしゃいます。あ、チャーリブランさん、こんにちは。先日はどうもありがとうございました。えっと、由美さんこんにちは。緑子ちゃんこんにちは。アミヤさんこんにちは。月見さんこんにちは。月見さんも先日はありがとうございました。シェルママさんこんにちは。アータンさんこんにちは。ってそこまで読んだかな？ カエルさんこんにちは中道さんこんにちはチョコさんこんにちは帰り道運転しながら気をつけてくださいちょっと待ってください今日ね仕事がめっちゃ忙しくてもうヘロヘロになりました朝の今日7時から出勤だったんですけどもうなんか午前午前中というか9時までの間にもうあの体力を使い果たした感じ聖子、うん、さんもこんにちはお昼ご飯はもう食べ終わったかなさ,あちゃんさんこんこにちは。 ははいはい、はい、皆さんあのー、インスタの方で少し告知をしたんですけれども見てない方もいらっしゃるかなと思ってえっとまずはできればゲージを編んでいただきたい皆さんにえっと私のゲージどこ行った <laughs> ゲージ編んだケっとあえっと私はですねま試し編みなので まあ何でもいいんですけれどもこちらのこの間買ったコメディのね赤いやつでゲージを編んでみましたがたい30目作り目して、えー、まずゴム編みは、えー、っとあ本体をね、えー、っとボーバリー8号で編もうかなと思ってたんで2号を減らして、えー、っと6号で編もうかなと思ったんですけどいや、えー、っとどうせだったらもう5号ぐらいに下げといた方が <laughs> なんかね1号下げたぐらいじゃ全然なんかこうこういう感じのゴムにならなかったんですよだからまあ普通だったら2号下げるところをあえて私は今回5号まで3号3つ下げました3つ下げて、えっと、5号で、えー、こちらね一目ゴム編みを、えー、試し編みしましたでまあこんな感じでいいんじゃないのと思ったんで。 えっとその後なんかちょっと緩めにしたたかったんですよあのー、普通の針の号数っていうかこの適正のね針の号数だと書いてあんのかなこれ2 5ミリって書いてあるからまあ2号とかそれぐらいですよね。 えっと、確か 3mm が3号だったような気がするので普通靴下編む時は1号とか2号とかで編むと思うんですけどこれはちょっと緩めにふわっとした感じに仕上げたいなと思ったんであえて8号で <laughs> 編んでますで、えー、以前作ったこちらねちょっと参考になるかどうか分かんないですけれどもこちらのこちらのね首から編むトップダウンセーターのウブントさんの。 レシピで編んだやつなんですけどこれはね確か6号であ違うえっとね本体をえっと本体をあれちょっと待ってこれ6プライだなこれは6プライなんですけどえっと6プライの場合で本体を8号で編んで で首は7号で編んでででって言われたんんすね一番最初で7号で編んだらなんかこんなボヨーンってなっちゃって結局こうなんかあの、うん、今実際着てますけどだんだんこうあのオフショルダーみたいになってきちゃうんでやっぱりね2号ぐらい下げてこっちはね6号で編んだんですよだから本体からやっぱ2号ぐらいは少なくとも2号ぐらいは減らした方がいいかなと思ったのですよね。 でえー、これは8プライで編んだんですけど今回は4プライ 4, 4本寄りで編むのに4本寄りで8号で編んでんですよここね。でやっぱり 1, 1号ぐらい減らしたんじゃ大してこうキュッてならないかと思ったんであえての5号でやってます。で一応これゲージ編んで私の場合書いたっけ書いてないじゃん。<laughs> 書かなきゃダメじゃん。ちょっと思ってね。ペン。これかな？このペンが書きやすかったような気がするよ。なんか落ちた。ハンドクリーンが落ちた。あ、えー、っとマコピーきた。 こんにちは。あ花子さん、さっきありがとうございました。みゆさんこんにちは。みのりさんこんにちは。チャッキーさんこんにちは。ひろちゃんこんにちは。食べました。さあちゃんさん、<laughs> あまで読んだよね確かね。えっ、ー、とはいはいはい。でまあ私言うてもそんなにあのそんなにあのプロじゃないんで。<laughs> 自己流にちょっと毛が生えたぐらいの感じなので是非皆さんこうした方がいいよというアイデアがあったら教えてください一応今回は首から編むトップダウンセーターまあ、うん、トップダウンセーターだったら首から編むって分かると思うんですけどトップダウンセーター初心者仕様ですね。 仕様っっってててこの字で合ってた <laughs> 違った違ら教えてもう最近漢字がやばいです。で参考にさせていただいたのがこちらのマルティナ梅村マルティナさんの「レリーフ編み、えー」という本ですね。えー、マルティナさんの「レリーフ編み」の本の本に後ろの方に出てるんですよ。 えっと首から編むセーターね。でそれを参考にさせていただいてます。参考というのはあのえっとその丸切りレシピと同じではなく、もうもちろん太さも違うから目数も違うけど、大体のこうサイズ感をうんちょっと参考にさせていただいている感じですね。丸ヨークセーターがね、本、え、当、っと、ね写真で言うと。 えっとね、55ページ。<laughs> P55 ページの「ークセーター」まあ、参照って言うとあれかなを参考にしてます。参考にしてます。参考にしています。もしこの本をお持ちの方は、あこんな感じかというのを。 えー、チェックしてみてください。レシピは101ページですね。101ページ。で、えっと、このね、こっちのテキストから行くと、えっと、まあ、作りから行っちゃえばこういう感じになってるんですよ。ね、ここ、リブがあって、 見えてるみんな <laughs> ここリブがあってこんな感じの作りなんですけどこうねこう,こういう感じで増えていく。でもえっとねこのテキストで言うこのテキストで言うと首はえっと先になんだあの何だっけ 針をを残す作り目で目を作りり目目でみたいな書いてあるからここはあのリ,ブリブのところは後から編んで最初ここ,ここからスタートでこういきますよってある,あるんですよ。であ後からこのリブのところをこう一目ゴムでね編みますよっていうふうになってますけれども、えー、こちら初心者仕様なのでそこら辺をちょっと変えさせていただきたいと思います。一応ここの首 でこう丸ヨーク状態でこう放射線状に、えっと、今回私は12パーツに分けて12分割して、えー、3, 目ご3段ごとに1目ずつ増やすっていう、えー、感じで。 レシピを作ってみました <laughs> ただこれが私のゲージで計算すると3段ごとなんですけど、えっと、人によりこれが4段ごとになるのか5段ごとになるのか違うかもしれないのでそこら辺をちょっと後でまた言いますけれどもでえっとねここのぐるりが4 0ンチでここの幅が5 0ンチでここのぐるりが 4 0ンチになるまで増やし目をしていきます。えー、っと袖4 0ンチ身ごろ5 0かけ× 2だよねかける ×2 だから8 0ンチと1 0 0ンチ 合計180センチここの全体の目数が1 8 0ンチになるまでひたすらただひたすら増し目をするという増し目こういう感じで考えております。で、えー、1 8 0ンチになったら4 0ンチ、5 0ンチ、4 0 c m あと後ろも5 0ンチね。 にマーカーカをつけてでこの50と50のところをこう輪っかでこうぐるぐる編んでいくでこ,こ袖は4 0ンチのままずっと編んでいくそして最後ここの長さがちょっと後でまた言いますけれどもある程度の長さだいたい3 0ンチぐらい3 0ンチもないかなになったらキュッと絞って目数を減らしてここをまた5号で 一目ゴム編み、ここは八号、五号号、でここも五号ですね。え、こんな形を考えておりますが、今の説明でわかりましたでしょうか。<laughs> 今の説明で全部って言ったらもう全部なんですけど、あ、本持ってますか、みのりさん。 えちょっと待ってねどこまで行ったマコピーが来てえー、っとはーい毛が生えたな骨な何 <laughs> 何が何の毛が生えたの今歩いてる聞き栓します。55ページ見えるえ見えるって見えてないよね <laughs> 私あの本見せてないよね <laughs> 本持ってるシェルママさんも。 本持ってますなほ姉さん皆さんこうあなないのさん病院と歯医者さんが終わって帰ってきてお昼を食べ終わりましたいっぱい食べましたかちはるさんこんにちは今まさに編んでます2目ゴム編みから編み始めましたとっても楽しく編めていますありがとうございますえっ、ー、とななるさんこんにちはお疲れ様ですで一応こう作り 流れ的にはこういう感じです。よ流れ的にはこううい感じですでえっとまず皆さんにやっていただきたいのがゲージですね。1 0ンチ、まあ一応1 0ンチ四方って言ってますけどあの私は5センチぐらいで測っちゃったりしてるんですがえっとね待ってまず5号の一目ゴムのゲージ。 一目,ゴム <laughs> 一目ゴムになっちゃって目ゴム編みのゲージえっと高さはそんなにあのセンチで私は測ってしまうタイプなので高さはそんなに、えー、計算しなくてもいいですがここの幅ですねこここが8号メリアスこれが皆さん自分のサイズで、えっと、何目あるかっていうのをまずちょっと調べていただけたらなと思います。でちなみに私は20目と 何名だったっけ32名32名だったんですね。で、えっとね、手に携帯持ってるのにポシェットに携帯ないって一瞬知らせたほや。<laughs> ありがち。一目ゴー。<laughs> 初心者に毛が生えたって、あ、そう、毛が生えたぐらいですよ、本当に私はね。月見さん、こう、はい。対して、あの、対してそんなにね、あの、何、ちょっと待って。マコピーをちょっと変なことするところだったよ、今。<laughs> 通報されるところだったよ、マコピー、間違えて。やばい。えっと、まあいいや。えっとね。まあ、ちょっと説明しますと。 えー、っとねだってね一応説明しますと作り方ね私の場合えっとゲージ20目の場合えっと首首から始めます。 えー、首からスタートで5五のえっ、ー、と1目ゴム編み120目でこれは4で割れる数にしました。まあ2で割れる偶数だったら何でもいいって言っちゃいいんですけどどうせだったら4で割れる方が後々あの。 いいかなと思って。一応120目にしてあります。で、これをえー、っと。またあのね。数が分かりやすい数がいいかなと思って。12段編んでます。これね。120目だから12段。<laughs> 編みました。はい、そしたらあのね。一応これ。ゲージはこっちで取ったんですけど、本体はこっちのこの間 買っったちょっともう今売ってないやつ <laughs> グーテナハトのこのさこのこの子がかわいいじゃないでこの色もかわいいじゃないちょっと気になったわけですよこれがねどういうふうになるのかと思ってでこう編み始めたらなんとかわいいなんとちょっとこのちょっとだけくすんだ感じがなんとかわいらしいんですけどえっ、ー、と1目ゴム編みで120目で編んでこれぐらいになりました。で、えー、とこの 大きさが何センチぐらいあるかっていうとえっとね約こう曲がってるかな約20センチぐらいだから40センチ19センチですね19センチだからえっと38センチ38センチから40センチぐらいになれば。 オッケーですだからえっとほんとんだうんと,ん、うん、とこの場合一目ゴム編みゴム編みは私は32目だったんですね。32目で、うん、と32目でだいい四4 0ンチぐらいになればいいなと思ったんで1 2 0ンチにしました。わかる <laughs> えっと、待っと待金さんがね苦手なんですよ <laughs> えっとえー、っとなんださ、えー、32目で4 0ンチにしたかったのねだから42が8 3二。2 1 2 8目でもよかったんですけどわ、まあ、かりやすい数字がいいかなと思って120目にしました。 なので、もし自分はゴム編みで、例えば、えっと、三十八名できちゃったとか、四十名だったっていう人は、えっと。例えば、三十八名で、ね、えー、だいたい四十センチにしたいな、という方は、シワ三十二、三十二、十二、十二だよね、十二、十、百五十二名。で、これ、だいたい四で割れやると。 えっとあ4で割ったら38だよね。38センチぐらいになりますよ。<laughs> 4かけて4割ってどうすんだいってことですけど、そんな感じです。えー、っとあなんかいろいろ来たよ。うんとでとりあえずゲージをまず測っておくと、何かと後々便利だと思いますので、一応ゲージを。 できれば測っていただきたい。帰ってきた聖子さん、七色さん、こうきつてなので10号で編んで20目でした。ゴム編みは7号で大丈夫ですか？あ、いいと思います。はい。あと糸の太さをその4号じゃなくて6号、あ、6プライ、4プライじゃなくて6本よりの6プライで編みたいとか、他の軽糸で編みたいとかいう方も。 あのー、まあ目数がねこう20目になるぐらいの,あの針の合数で編んでいただければ私とこの一緒の目数でできると思いますが私は目数を数えたい計算したいわっていう方は全然 <laughs> あの計算してください。えー、っとどこまでいった 多分だからえっと、10号で編んで20名だったらそれでいいんじゃないかなと思いますあたんさんなんか私よりずっと上手じゃないですかうんおかえりまこちゃんまこぴー愛子さんこんにちはまこちゃんおかえりまこぴーどこに帰ってきたのお家に帰ってきたんでしょうなぼた太郎さんこんにちはあいちゃんこ、えーただいまアーカイブで拝見しますお邪魔しましたありがとうございますモノレールに乗って唯一のデパートの最時のチョコレートまた買ってきたあら モノレールがあるんだに,にはそうなんだ、はい。だいたい首のところが38から4 0ンチになるぐらいに、えー、作っていただいてでここが一応私12段でやってえー、っとねなんだこれこっちか4センチぐらいにしましたけどもっとこうハイネックがいい方。 とかは、もっとね、あの、ダンス編んでもいいんですよ。一応、私は四センチぐらいにしてみました。はい。いいですか。で、ここが五号ですね。ここは五号なんです。で。えっと、十二段編んでから。今度八号に変えたいんですよ。で、八号で。 8号で同じ120目編んだらなんかちょっとぼわってなっちゃうと思うんで一回ここでたい目数えっと120あったの百100目に減らすとこうすんなりちょっとここ段だっんだんぽくなってますけどすんなりこう入っていけるかなっていう感じ。こう 目の大きさがね針の5粒違うから目の大きさ違いますけど目数を調整することによってここがすんなりといきますはいマ、まあ、コピーそっかいまだ沖縄でござる私もそのモノレール乗ったことある東京に帰ってきてないよまだ <laughs> はいいきますよで100目に減らす減らし方うん、えっとねここまで一目ゴム編みだったのを 100目に減らすんですけどなんだっけどうしたんだっけちょっと待ってね紙がねいろんなところにいろんなところに行っちゃってるよえー、っとねんこれじゃないなえっとね 8目ごとに1目減らすを5回10目ごとに1目減らすを1回これを2回繰り返します。あれ違うな。 とんちょっと待って。8目ごとに、えっ、ー、と、これで5。あれちょっと待って。なんで私。ん <laughs> ?8 目ごとに、あれこれじゃあ、ちょっと待って。えっ、ー、と、20目減らしたいんだから。 電卓あ電卓がないんだちょっと待ってあの,あの大きいやつタブレットでやるのかなこれじゃあ12名しか減らないじゃないかちょっと待ってください私何を勘違いしたのか電卓あった えっと百二十割る二十は六六かけるうん 計算ができなくなくったあれどうやって 8, 8名出したんだろう <laughs> 歯医者さんブリッジ1万7000円だった。えー、っと。わあ高いね。それは高いね。えー、っと待ってちょっと待って私ちょっと今頭がパニックになっているぞ。120名を100名に減らしたいんだから何名ごとにやればいいんですか <laughs> みんなに聞いた方が早いような気がする。ええー、っっと、えー、っと 百二十を十二百でしょ二十減らしたいんだから百二十を二十で割って で六目か六目ごとに一個ずつ減らせばいいんだよね。いいんだよね。六 <laughs> 目ごとに一つずつ減らすんだから、えっとそうだよね。六目ごとに六 <laughs> 目に一つ減らせばいいんだから、一二三四ええー。 4個編んだら2目一度4つ編んで間違えた1234つ編んだらえっと2目一度すればいいんだよねあ逆だえっとこっちかえっとこういう感じですねえっと1234つ編んで2目一度4つ編んで2目一度というのを えっと20回やっていけばん ?20 回 ?20 回やっていけばいいんだよね。これこれこれを20回やって100目に減らします。私なんでこれなんでこれで合ってたんだろう <laughs> よくわかんないな <laughs> あ。あ最初132でやろうとしてたのかな。まあいいや。とりあえずそうだよね合ってるよね。 さんマコピーこんにちはアニモさんこう6目でいいんだよねえー、っとそう計算するのが苦手なんです算数がこんにちは8号は日本の8号ですそうです私は日本の針しか持っておりませんので <laughs> はいそしたら100に減らしてからえっとね 1>, まず1段一100に減らすでしょえっ、ー、と2の1ね2の1。したらえっ、ー、とね2段目あちょっと間違えたか2段目と3段目をメリヤス増減なし2つ編みます。 四段目からえっとね増し目をするんですけど <laughs> あ十1212ブロックに分けるんですよえっとここ増減なしなんですけどえっと12ブロックに分けますあこの100を12で割るのでさっきの8がなんちゃらが出てきたんだなちょっと待ってね 100を12で分けるのでだ電卓の表示がさっきと違うんだが100を12で分けて8.3だよねだからこれこれでそのさっきのこれが出てきたんだなえー、っと12ブロックに分けますえー、っとね8八目ご と <laughs> 5回と10目ごと1回これを2セットですね8目ごと5回10目ごと1回にマーカーをつけますマーカーをつける 字が書けないあほ、ね、頑張れ <laughs> もうさひーって感じよ。で今ねここに出てますけど、えっと、こんな感じで、まあ、今私は目数が増えちゃってるのでこんな感じですけど、えー、マーカーをその8目ごと最初は8目ごと10目ごとでつけてそっからそのマーカーが来たら。 こ,こを増し目し目ますってちょっとね今やった方がいいか <laughs> ただ増し目していくだけですよひたすらひたすらにあそれであのね今回このセリアで売っている8号6 0ンチの輪針を使ってみたんですよ。ねえっと皆さん8号の輪針なんかあんま持ってないでしょ <laughs> 一応この書いてお 来ますかセリアで8号を6 0ンチの輪針があったので試しに買ってみたんです。で普通にこう編む分には全然いいんですけどただこの首の周り 40cm のやつをあのー え、何だっけ？60センチの輪針でやるとどうしてもこう。マジックループにするにしてもちょっとやりにくかったんで、えっ、ー、と。ここはね4本上張でや,や4本棒針でこういうので編みました。あのもしね。4本棒針持ってる方はこっちでやった方が全然楽です。最初はこの5号でね。えっ、ー、と4本でやったんですけど。 えそれで号数が8号に変わってからもえっ、ー、とね何段ぐらいだったかな20段ぐらいはこっちでやった方がこう糸が釣れたりしないから綺麗にできるかなと思って私はタンバリを使ってやりましたけどでもできなくはないですこっちのね80、えー、と8号の6 0ンチでもできなくはないですけどまあもし。 あの持っていれば <laughs> 持っていればこのねえっ、ー、とたんばりがあるとそっちの方が綺麗に編めるかなとどうしてもねここらんがねね釣れちゃうんですよ、ね、なんかねちょっとねどうしてもなんかここら辺とかもちょっと初めのうちできるかなと思ってやったんですけどちょっと引っ張られてる感じしますよねここら辺とかね。なので えー、こっちの方がまだ綺麗かなと思うんですけれども、まあんま買わないか <laughs> あんま買わないかもしれないけれども、えー、もしあれば、えー、とわざわざ買わなくてもいいですけど、えー、う買うんだったらこっちのセリアの8号の6 0ンチの輪針を買ってください、えー、使えるかなと思います。はい、でだいたい今ねこれが多分30段ぐらいは編んだと思うんですけどそしたらタンバリだとこうちょっと。 あのききつくなってきて、うん、それぐらいになったらこの6 0ンチに変えたらちょうどこんな感じの何ていうの編みやすいこう糸をこうねマジックループにしなくても自然にこう編めちゃう感じになってます。で私はえー、っとねそうそう増減なしをして2段編んでる間にこうブ12ブロックに分けました。 でそれで4段目から増し目をするんですけど3段ごとに12箇所で増し目をしてます。どういうことかっつうとあれちょっとこれクリップないじゃん <laughs> クリップないけどクリップないけどいきますか。えー、とねここで ここでわかかるるなここででで増し目し目てるんですね前回で2つ2段普通に編んでまたここで増し目をするんですけどここをちょっとクリップがさっきどっか下に飛んでっちゃったんですけど <laughs> クリップないですけれどもクリップがあるとした定位でいきますねここの私はワタリ糸を後ろからこう拾ってこう引っ掛けますね見えてるかな。 渡り糸を持ち上げてここ引っ掛けてでこれの奥側手前じゃなくてこの奥の糸をぐるっと回ってここで拾ってて増し目し目ますただこれを延々と増し目していくだけですね3段に1回。 ちょっと次のとこまで行きますよ。頑張ってね。これね、フォープラインね、<laughs> 本当にね、ちょっと気が遠くなるほど、あの今まだ目数がね少ないからいいんですけど、はめね100名からスタートするじゃないですか。初めのうちはね、もうちょこ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 あの変わった。あ、ここもちょっとピンがないじゃないか。なんでピンがなくなってんだ。ここ来ました。ここもね、次増し目するところなんですけど、ここでえっと。 増し目してで2つ編んだ次ですねここ渡り糸を拾って引っ掛けてでこっちぐるんと裏側であちょっと待ってよいしょ裏側で編んでますただこの方法で永遠と編んでいってさっき言った センチになるまで <laughs> 目数ね数えたい人は全然数えちゃってもいいんですけど私はこうあのカチカチやるのとかね小脳字書くのとかがねちょっと苦手なので <laughs> すぐね忘れてしまうので私は定規で定規っていうかメジャーでね測って、えー、何目になるまでっていう感じでやっていきます。ちょっっと待ってねで よいしょこのクリップね。このクリップがまたやりにくいんだよね。<laughs> 後ろから拾って持ち上げてでこの奥側でこうあの？ただ、これしてるだけです。これで延々とこう。12方向にビロビロビロと伸びていくとこういう感じになります。はい。何か今のところでご質問はございますか？ ちょっと待ってねコメントを遡るよタコピッピが来たとこぐらいですかねカメ、えー、ちゃんほん、ね、で頑張れカメゴンさんこんにちはチョコさんただいまお帰りなさい、えー、タコモンちゃんやっほーチョコちゃんこうひさちゃん7色さん8号ない <laughs> セリアで買うのだセリアで4.5ミリの輪張りダイソーにもあったね4.5ミリって8号って何センチなんだろう何ミリなんだろう ひ,ろちゃんをひさちゃんちちゃゃゃんんって間違えたひさちゃんでもいいわよは別にいるじゃないか。<laughs> もうひろちゃんあレインボーさんこんにちは。今のとここんな感じですけど何か質問ございますかで肩の、うん、とセンチを書いといた方がいいかな。えっとねここが首が40センチぐらい。 でえー、っとねここの長さが2 1ンチぐらいになりたくてでここが4 0ンチさっき言ったよね 40cm えー、っとここが4 0ンチでここが5 0ンチでこう2 1ンチでこう増やしていって ここがその180センチになるぐらいの、えっと、計算で、この三段ごとっていうのを出してるんですよ。えなになに最初の作り目、はい、普通の作り目です。あの針二本でやりました。普通にこの棒針二本で、あの普通の昔からやってる作り目で、ちょっと若干緩めにしてます。 で全然あの編み進める作り目とか自分はこうあのゴム編みのいい作り目を知ってるわっていう方は全然そっちでやってもらっても構いません特にこだわりはないのでちょっと待ってねこれで一応計算もう一回計算ちょっと待ってねえとだからえっとさっきんえっと20目 ゲージが20名だったじゃないですかそれでえっとなんだっけ50名うんえー、っとだからここ50センチってことは100名でしょねで裏側も100名じゃないですか。で、えー、40センチが80名。 40センチが80名だよね。だから合計で3ん計算200足す160は合計で360名一応360名目安ですねここのぐるりえー、っとここ360名ただ私はあの途中で 増し目をするのをちょこちょこ忘れたりとか <laughs> するので <laughs> えまあそこも数に入れてだいたいです私の作りは <laughs> えときっちり360目にならなくてもいいかなと思いますけれどもでえっ、ー、とねちょっと待って360目えっ、ー、とね30段で21。 63, 63段合ってんのかなこの計算ちょっと待ってえー、っとなんか書いてあるよ「前身ごろが 50cm×2.0100 目なんで私プラス2をしたんだろう <laughs> なんでプラスを2をしたんだろう三段ごとに1目増やして12箇所で。 えー、名これ書いといた方がいいえっとね、えー、これ合ってんのかな。3段ごと12箇所を増やしてで最初の首回りが100目だったから364名にしたんだよね。で それで前身頃ろが5 0 c m かけるで100目でしょえー、っとんあっ違う片側100目、えー、裏側100目と袖が4 0ンチでゲージが、えー、20目だから80目80目で100目100目8080で360目。で ね、実際になってほしいのが364目だったから前身頃が1 0人目後ろ身頃が1 0人目袖が80目ずつぐらいになったらちょうどいいかなっていうことでこの計算になりました。確かねそのはずよ あそれで最初は4段ごとに一目増やしていこうかなと思ったらなんかここの長さが計算だと3 0ン,ンチじゃ長すぎるなと思って2 1ンチにするには何段ごとがいいかなって計算をしたら3段ごとだったので一応3段ごとに増やしていってここが えー、二十一センチになるのではないかという計算ですね。だから、実際にこう三段ごとで編んでいって、もし。えっと、ここ二十センチまで満たないぐらいだったら。もう、このまま、あのー、増し目しないで。えー、そのまま、ふ、あのー。つく、洋服を作っていくか、もしくは。えっと、途中から。 3段ごとだったのを4段ごとに変えていくとか調整していけばいいんじゃないかなと思うんですけどとりあえずだからこう3段ごとで半分ぐらい編んでみて様子を見てほしいなと思いますダメですかこれじゃ <laughs> だってさ途中で変わるかもしれないじゃんそのなんかゲージで編んだ時はめ段数これぐらいになったけど実際編んでみるとちょっと違うってことないですかえー、っと ビロビロって意味は広がっていくってことだよね？そう、ビロビロ広がっていくってことです。えー、ありがとうございます。ひろちゃんビロって伸びるってこと？えー、こう。横にわーって広がるってことよ。洋 <laughs> 子が。周りは日本表記の4.5は8号のようです。us は7号のようですよ。私も勉強になります。なるほど、us と日本はそんなに違うんですね。はい、今のところこんな感じですが、大丈夫かな？ えっとね12か所、22回、待って、22回であ、この電卓が本当に使いづらいんですけど、えっ、ー、と、もう一回計算をします。えい、えい、えい。 えーと22かける3段ごとだったら66段ってことでしょあそうだよね六十えっ、ー、とね書いとこう <laughs> えっとなんで22回なんだろう計算したからだよねえっ、ー、とね 30段ゲージでえー、っと21センチぐらいにしたいんだから3人が66363んで66にしたんだろう <laughs> えっと21センチで63、えー、段ですねで えー、63段だからあ20センチ20センここが20セン21センチぐらいにしたかったからえっ、ー、となんだっけ3段ごとでやったら20センチになったんだよね。も本当にバカが丸出しでしょ。もう恥ずかしいぐらいに算数ができないんですよ。ねえっ、ー と、だから、例えば、これがゲージが三十五段あった人だったとしたら。三十五かける二十一で35。三十五かける。まあ、二点一ですよ。二点一センチ。で、七十三段。二十一センチで。七十三段。ってことは。うんと。 73だから73割る 4? 違うな73をどうやって割ればいいんだ あそしたらこれは3.5目ぐらいになるからえっ、ー、と3段三段ごとに <laughs> 1目像を半分ぐらいやってでは、えー、とうん半分半分やったら今度4段ごとに1目を やればいいんじゃない？そしたら3.5になるよね。<laughs> ごめんね。なんか本当に説明が下手で本当のひさちゃんが来た。<laughs> 誰か呼んだのひさえさん、こんにちは。さっき、久居さんの噂をしてたんですよ。先ほどまでひさちゃんでいました。<laughs> はい、これでもしわかんない人は dm ください。<laughs> 一緒に考えましょうで。 えっと、今日はもう説明だけですね。とにかくこのヨークのところまでさヨークのところまでできちゃえばあとは、えっと、ここが4 0ンチになったらここをまたクリップでね分けといて、えっと、先にこの本体をぐる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 5 0ンチと5 0ンチをこう合わせて。 ぐぐぐぐる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 編みますそして、えー、最後ここのところでねまた5号5号に変えて1目ゴム編みでこん時にこん時もやっぱ目数を調整した方がいいんだよねちょっとそこの目数調整はえー、っとまたあの後、ー、々来週。 目数を変えるここの何目ぐらいにするかっていうのはちょっとあの来週までに計算しときます。ここのねえっと平編みからゴム編みになる時平編みからゴム編みになる時に目数を調整した方がきれいになると思うんですよ。ねそのままの目数でやるよりも。 で特にこの袖のところは40で結構んと、ね、これの時も40ぐらいだったんですけどこれの時も8号と6これ八号と六号でやったんですけどここからここの一目ゴムになる時に結構ぐーっと減らしました。わかかかかるかな確かね、えっと、2つか3つおきに 1一目ずつ減らしたので確か3分の2ぐらいの目数にしたと思うんですけどやっぱそれぐらいするとここがキュッとね絞れて綺麗にまとまるようなんですね。で私これ普通に一目ゴムしましたけどあの首のところもそうですがあのおばあちゃん編みの何だっけ なんとかなんとか一目籠編みの方がよりこの模様が際立つと思うのでそっちがあの好きな方は全然ぜぜしていただいて構いませんなんだっけあのおばあちゃん編みのやつ <laughs> なんていうのほらみんな教えて <laughs> みんなわかるでしょ <laughs> うんとねなんて言ったっけなほらヒろロちゃんわかるでしょえー、っとほらみんな書いて。<laughs> 何て,て言うんだっけあのこのさおばあちゃん編みの表を表をさえっ、ー、と普通にこう取るんじゃなくてこっちの奥の奥のここをこうねこうやって取るんじゃなくてゴム編みの表目をこっちの後ろのおばあちゃんの方で取るやつあ。ねじりゴム編みそ <laughs> そうそうほらひろちゃんじゃない人も分かったじゃないか。ねじりゴム編みですね。 シャスがシェルママさん、あチャルが一番だった。<laughs> ねじり一目ゴム編み。みんな言ってるよ、<laughs> だからめ、ねじり一目ゴム編みが得意な方は、ねじり一目ゴム編みをやって、もいいです。私はあの得意じゃないので <laughs>、普通のゴム編みでやってますけどね。普通のゴム編みでやっても、結構。こう号数を変えることで、割と綺麗に <laughs>。 い <laughs> ってると思いませんかねこんな感じでねじりにするともっとこれが際立ったさちょっとピーンってなった感じになるんですよねでもどっちでもいいと思います私は普通派 <laughs> ねでえっ、ー、とこれはこっちのセーターはあの8プライオパールの8本寄りのやつで作ったんですけどえっ、ー、とこれはね まあ上からここから,ここからも,もちろん出たんですけどこれはね,あのね何も考えずに同じ針でやったのかなあ違うここもやっぱあの偶数は減らしたけど目数は変えなかったかなと思いますよあ。どうだったかな <laughs> 確かねこれはもう本当に自己流でやってみようと思ってやったんで。 ここは目数変わっててなないいいですすよね減らしししたたりり増やしたりしてないと思いますで同じ目数でやったんですけど割とこうちっちゃいスタートね、2目ゴム編みでやったんですがこれね首すごいちっちゃく見えますけど結構伸びるのでえちょうどこうまあタートルネックまでの長さはないんですが首にこうすっぽりって感じ何ていうのこう。 丸首って感じ丸首 <laughs> ですがでえっとね8プライでこのヨークの部分とヨークの部分やっぱここも2 0ンチぐらいだと思うんですけどこれもうちょっと長いのかえっとこれは2 6ンチぐらいありますねその分ここ首がこうすぼまっているので2 5 6センチぐらいにしたんですけど。 ヨークの部分を編んで,でここの幅がやっぱりね4 0センチあった方がいいかなと思って、まあ、19だから38ぐらいですけれどもうーんでここ色が変わってるので分かると思うんですがこっからここまでで1玉でちょっと余ったんで本体の少しを編んで1玉が終わった感じ。 で次もう一玉目でここから編んでってでえっと袖の部分が余るぐらいの毛糸を残したかったのでちょっとこう模様編みをつけて少し変化も出しつつえ糸も節約 <laughs> できるかなと思ってやったんですけどえっとこれはあえて下ゴム編みはしなかったんですね。だからこうくるくるなっちゃうんですけれども まあこれもちょっと面白いかなと思ってやってみました。で残り糸をえっとグラムで測ってだいたい袖が量でつけられるかなっていうぐらい残しといてやったんですけどそしたらえ2玉目がちょうどこの半袖サイズになったのでえもし。 8プライでセーターを見たいと思う方がいたら3玉あった方がいいですね。ですね、えっと、これ 150g 玉なのでオパールのねあのえっとねあ8プライはでも150しかないのかな。 うん、8プライは150しかないから大丈夫だと思いますけど6プライこれね六プライのやつは1 0 0ム玉と1 5 0ム玉があるのでそこだけちょっと注意してください。はい。でもなんかどの糸で 編んでもそれなりに、あのー、可愛くできるような気がするんですよね。やっぱりねこの8プライで作るとすごいあの厚みが分かるかな厚みの違い分かりますかこれ8プライこれ6プライでえっとこれが4プライですね。 かかるかしら468これぐらいの差があります分かるかな分かんないか分かるかな分かんねえだろうなみたいなえっとでもね私的にはこう6プライが結構いい感じになってるかなと思うんですよねまあ、8プライはね確かにこれザクザク編めるんでこれこれでおすすめですけれども。 うんと6プライぐらいの方があの3シーズンしっかり着れるかなって、まあ、な夏は着,れ着ないと思いますけど春秋冬もう3シーズン、うん、使えると思いますこれはねちょっとね、まあ、春とか秋は、まあ、晩秋とかねそういう感じのこう冬に近い方の時期だったらいいと思うんですけれどもこれ6プライは割とねあの軽いんですよ。 オパールで編んだら可愛くなりそうだね。はいえー、何。<laughs> ちょっと待って何がえー、ビロビロ。またビロウ潤えてるの？名古屋私普通はって何をえー？何 <laughs> おば？おばあちゃんってまた違うじゃない？えっ、ー、と久居さんおはようございます。ビロビロね。<laughs> なほねえは普通派。メモにも、うん、そう。普通のゴムアメはよ。私も普通だと思う。みんな普通じゃないの言うと思ったはい。 いいのねじりゴム編みが好きな人はねじりゴム編み、うん、普通のが好きな人は普通の普通ので私は普通のが好きです。はい、とこんな感じでトップダウンセーターですが皆さんいかがでしょうかあのー、まあ来週もこれを編んでいくので今日の説明で、えー、皆さん編みたいなと思ってくれた方はどれぐらいいるか分かりませんが一応こんなざっくりとした え感じですね一応これはあとでまた,またの、えー、とインスタの方にも載せようと思いますけれども、まあ、あと計算の仕方がよくわからないという方はう DM いただければ一緒に計算するので。<laughs> <laughs> 計算苦手だけど一緒に計算するので頑張りましょう。ねえっとこれねまたサイズがさお大きいのがいいちっちゃいのがいいってあると思うんですけれどもあとここのヨークのところとかあのこのね傾斜でいいのかなって、えー、迷った方は是非あの自分の手持ちのセーターとかに合わせてだいたい袖のここここ。 ここ,ここのさ袖の始まりのところまで何センチぐらいかなってこう上に乗っけたり下にしたりとかしてあの大きさを見比べていけばいいんじゃないかなと思いますここも一応五十センチって言ってますけどもっとゆったりしたのがいいわっていう方はそのサイズに合わせてここの広がりを変えていけばいいんじゃないかなと思いますので あとはもう針の合数を変えるか糸の太さを変えるか、えー、それでもダメだったら目数を変える、えー、そんな感じで作ってみてはいかがでしょうか <laughs> 急にグッドボタン出てきたぞどうして <laughs> うんあ網戸はい。 ぜひあのー、ねこのフォープライで編むとやっぱ春先とか、まあ、夏はちょっと無理ですけれども春先とかね着れると思いますそれにこう重ね着的にね使ってもセーターない場合はランニングシャツでもいいえどういうことあランニングシャツでもいいとあのサイズを測るのねいいと思いますよえランニングシャツでも着たいブラウスの上から乗っけてみるとかもう大体のサイズが分かれば 貯めると思います。初心者向けですし、どうでしょうか？やってみたいと思った方はグッドボタン。<laughs> そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。うふみたいな。<laughs> はい、遊んでますけれども一応ね。あのこれもやってんですよ。私ね、インスタにはちょっと載せましたけど、もうなんかさこうややりかけがどんだけあるの？って感じですけど。 これは昔ながら靴下のねフォープライバージョンを作ってみようかなと思ってやってんですけどこれやってる途中でこうセーターの仕上げをしなくちゃいけなくなっちゃったからもうほぼ放置になってますけどこれはね目数、えー、と30目で片側30目かだから60目でえっ、ー、とね0号で。 っと一目ゴム編みを編んでそっから一目ゴム編みをだいたいこのさ自分の親指よりちょっと太いサイズぐらい持てきえう、ー、に作って、えー、そっから針の号数だけ変えて目数は変えずにあのー、メリアス編みをやっている最中ですね。えー、前回あのー、なんだ6プライで編んだ時は。 えっと、履き口からずっとこうかかとの手前まで一目ゴム編みにしたんですけどあの4 4四本寄りで作る場合ですねあの60目を一目ゴム編みでかかとのところまでやるのはちょっと私には <laughs> 負担が大きかったのでメリアス編みにさせていただきました。 だって私の恨みちょっと独特でしょ <laughs> だからちょっとねあれ一目ゴムでずっとやっていくのがかなり大変だったんですよ。ねここ編んでる時にもうこれは無理だと思ってじゃあメリアスにしようとメリアスにしました。<laughs> ねだからちょっとここ、えー、太いかもしれないですけど私は足首太いので。 えー、これでもいいかなと思いますが、ここもやっぱりさ、こうね、えー、本当はここ全部あの一目ゴムでやるとシュッとした感じの靴下になりますけど、まあこれはこれでいいんじゃないかなと。あ模様抜つ、何？今編んでるのは履き口からの靴下。そうです。カラフルやね。あ忍者猫さんこんにちは。ポスター、<laughs> さっきすいませんでした <laughs>。 なんか突然何の説明もなくあのー、載せてしまいましてすいません <laughs> えーっとこんな感じですねランニングで歩くのかと思ったランニングで歩いたんじゃないもうタコピピあの雪の中をさランニングで歩いたらすごいよ <laughs> ランニングで歩いてちょっとその写真をインスタに載せて <laughs> そうね、あのなんだ北海道の方はすごい雪なんじゃないですかね,ねこちらはですねあの今日すごいあったか,かすごいでもないですけどあったかくて、まあ、私の仕事が今日忙しかったからのせいもあるかもしれませんけど。 もうなんかさ途中でベスト脱ごうかっていうぐらい結構かったんですよ、ね、皆さんのところはいかがですかもうこのまま春になっちゃうのかなと思ったら週末なんか雪予報みたいな。 出てましたよね。ちょっとでも金曜日、ちょっと私用事があって出かけるのでできればあれですよ。<laughs> 晴れ女パワーを発揮して、ちょっと土曜日に雪雪だか寒波だかわかんないですけど、変えてもらえないかなと思いますが、どうですどうでしょう？晴れ女の皆様、ぜひ金曜日晴れさせてください。うんうん、靴下伸びる色。色かわいい。伸びる色。<laughs> ええ、ちょっと待って、えっと、フルーツ組でつま先から靴下のを編みました。とっても色が可愛いから、楽しく編めて出来上がりましたよ。いいですね。うんうん、靴下伸びる色可愛い。ええー、人それぞれで編んだらいいと思います。タコもめさん、写真送って、雪中ラーニングシャツで歩いたら凍えるから、な、骨のライブ行けなくなるよ。ぽっかぽっかだよ。お母さん、見たい、見たい、見たい。<laughs> みんな、あの、無理強いをしている。 もうマコピンところだったらさランニングでもねいけるけどちょっと北海道はね死てし,しまったら困るからタコタコさんがあの冷凍タコになっちゃいますよお部屋暖房ついてるふふこちらは雨ですタコ凍るね <laughs> 今金曜は雪ってそうそう金曜雪雪はちょっと勘弁してくださいよね降るんだったら夜中に降って金曜日の夜 <laughs> 土曜日仕事だけど伸びるって5時。 タコさんはいやっぱねこの色で私はなんか洋服を作るのはちょっとさすがにさあのねもういい,いい感じの年なのでちょっとこれで着るものはちょっと作れないが靴下だったら許されるのではないかと思ってフルーツ組をセレクションしましたよ。レトで伺いますわ。 いいいと思いますはい。ということで、えー、そろそろいいかそろそろもう3時30何分 ?37 分冷凍はい、えー、首からもトップダウンセーター初心者仕様ですねこんな感じでいってみようかなと思いますけれどももしできそうな方は、まあ、首の一目ゴム編みと、えー、23段,、えー、2, 段2段か。 首の一目ゴム編みとこの何だ12、えー、目数を減らす目数を減らすここら辺までやっといてもらえると次回一緒に編めるかなと思います。えー、8号で120目で一目ゴム編みを編んでから8号に変えて、えー、6, 6目に6目ごとにえっ、ー、と減らし目。 6目ごとにえっ、ー、と減らし目4目編んで2目1度4目編んで2目1度っていうのを20回繰り返して、えー、120目から100目に減らしましたうんそこら辺ぐらいまでもしできていたら、えー、また一緒に編みましょう <laughs> ねはいこんな感じでいかがでしょうか大体まあ3 3週ぐらいいいでできると,いいなと思いますあのなんだっけひな祭りライブリレーまでに編みたいなという感じでどうでしょうかあれ今日何日だっけ今日がちょっと待ってひな祭りライブリレーまで何回あるわけえっと今日が8でしょ 15223月1日3回あるから間に合うねみんな頑張るよ <laughs> 待ってる私が年取るよ冷凍なら年取らない吸盤貼り付けながら進まなきゃだねはいよしえー、っと3月1日までに編むぞ3月えー、っとなんだ今日が2月8でしょ 1522えー15 22えー、っと3月1日この4回企画 <laughs> 4回企画で無理やり、えー、首から編むトップダウンセーターを編んでいきたいなと思いますので是非皆さん一緒に編みましょう。まあえーっとね、ここまで 来週までにここを編むでしょしたらえっと15日の来週の説明でもう一回ここをね詳しくここのヨーのところの増やし目のところを詳しく説明してで22日に、えー、ここら辺のことをちょっともう一回やってねで3月1日に、えー、最後伏せ止めとかをすればなんと完成するかもしれません <laughs> みんな急いで編むよ頑張って宿題編みます、はいえー、みんなで、えー、3月1日までに完成するように頑張りましょう。あの期日を決めておかないとズル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 なってなかなか編まないような気がするので、えー、頑張ります、えー、私は一応この試作試作とあとまあこう説明のために。 ちっちゃいバージョンを作ろうかなと思いますけれども一応今日説明したので全てだとあ、まあ、ここの最後のね目数を増やすところがあのまだあれですけれどもここのねここの下のところの、えー、ゴム編みとこの目数はまた来週までに計算しておきますので、えー、っと,とにかく一緒に頑張りましょう。 はい、かっこいいセーターをみんなで、えー、と在庫整理も兼ねて <laughs> だからこれはあの同じ糸であ同じ糸ないんで私これねこの緑のやつは、えー、ないので1、えー、玉終わったらここぐら,ぐらいまでできたよっていうのもインスタなどでお見せして。 でその後ははこの中の1色をつなげて違う糸で編んでいくと思いますが同じ糸をお持ちの方は是非ね同じ糸で、えー、多分3玉あれば十分だと思います2玉で、えー、ちょっと半袖ぐらいになっちゃうかなと思うので、えー、もし3玉あれば、えー、十分できるかと思いますので是非やってみましょうあとはもう余り糸消費でいろんな色をね使うとか。 こう袖片袖がピンク片袖がオレンジとかさ <laughs> そういうのでもいいんじゃないですか楽しく編めたらいいんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ皆さん一緒に編みましょうはい今日はこんな感じでよろしいですか <laughs> 今日も百五十一人の方ありがとうございますたこまめさんありがとうネックからの生ーは初めてあ初めてなんですかやってみましょうとにかくあの、ね、いろいろ本を見ながら私も研究しますので えー、ベースは今日言ったので全部なんですけれども途中のこの目数が変わるらへんはちょっと変更がもしかしたらあるかもしれませんけれどもとにかく頑張って編んでみたいと思いますはいグッドボタン18人の方ありがとうございますもうちょっと増えると嬉しいですはいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います皆さんぜひまずゲージを編んでみてくださいあの きつねの方は先ほどもね言われた方いらっしゃいますけど、えー、ゲージ20目でこうふわっとゆるっとした感じちょっと待ってなんか引っかかってるぞおい引っかかってるぞおいえっと参考になるかなこ,こういう感じよこういう感じの、えっと、透け感にしたいわけですよ。<laughs> ねゲージ20目だとこれぐらいに透けると思いますのでこんな感じ。 になる針の合数を自分の針の合数を探してみてくださいはいありがとうございましたお疲れ様でしたコーヒーありがとうございますはい、七色さんもありがとうございましたまたねはい、たこまさんありがとうございますって書いてあるよはい、みんなで頑張りましょう9番だけかぶりつきたい <laughs> はい、それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますえー、皆さん見ていただいてありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。